皆さん、グーモル、徳井空です。なんと今日は千葉のキャンプ場に来てます。外外外、嬉しい。しかも千葉の空気美味しい。いや、今日なんでねキャンプ場にいるかというと、やっぱ私あのゆるキャン好きだったじゃないですか。憧れてたじゃないですか、冬のキャンプに。しかも女子キャンプなんて、こんなだって福間さん可愛いし最高じゃないですか。そんな中でね、ちょっと今日は一人だと寂しいので、この方も一緒です。じゃーん。どうも、空丸のマブたちで声優の新田恵美です。マブのツンです。マブのツンです。ありがとう、マブツン。いや、こちらこそだよ。嬉しいよ、ね、いや、キャンプっていいよね。なんかすごい詳しいんでしょ、だってキャンプに。いや、ま、いや、そんなことないよ。ちょこっとちょこっとね、かじり始めたっていうか、食べ始めたっていうか。いや、本当、いや、すごいじゃん。だって実はね、この度、女子キャンプを勉強する、私が学ぶ、達人たちにキャンプを教わって、それを私がこうどんどんレベルを上げていって、無人島キャンプを目指すという、ね、無人島キャンプ、女子キャンプ番組が始まるんですけれども、そちらのね、第1回ゲストがそらまるということで、なんと私ちょっとお邪魔させてもらっちゃいますよ。そうなんですよ。なんでね、まあ、撮影に一緒にそらまるの番組を撮ろうと。チャンネルでもいいですか。ありがとうございます。いや、そらまるのチャンネル史上一番映えてる気がする。本当、うん、いや、映えなのよ、キャンプってさ、映えなのよ。いや、そうだよ ね。なんか結構本当にこう一人でこう黙々とサバイバルみたいなイメージだったんだけど、私たちこんなお揃いのさ、スカート履いちゃったりさ、お揃いの帽子かぶっちゃったりしてさ、テントまでお揃いだよ。テントまでお揃いでさ、なんかめっちゃ楽しいね。本当、いや、嬉しいよ、ね、もういいのよね。いろいろね、あの、その番組でもキャンプにチャレンジしていくんですけれども、そらまるのチャンネルでも、はい、チャレンジを、私チャレンジしたいことがありまして、キャンプのさ、いろいろ流行ってて、こんな道具があるということで、私ちょっと手に入れちゃいました。じゃじゃじゃーん。え、何それ、なんだと思う。こちらですね、ファイヤースターターというやつで、ファイヤースターター、なんかあのライターとかマッチとかじゃなくて、これとこれから火が起こせるらしいのよ。今時の火打ち石ってことでしょ。そうそうそう、令和の火打ち石、令和の火打ち石、令和の火打ち石で、やばい、これめっちゃ使ってみたかったの、ね、名前ファイヤースターターだよ。そうだよ、横文字かっこよくない。めっちゃ希望あるよね。なんでちょっとこれで火をつけたいと思います、スタートできるのか。そう、ただどうか、私これ、人生初ファイヤースターターです。あ、マジか、今初めて触ってるんですか。今初めて、さっき3分前ぐらいもちょっとゲットしたから初なんだけど、なんかね、だからやり方はなんかテレビで見たんだけど、いけるかは分かんない、いけるか分かんない。ちょっとエミツンに応援してほしい。またこれで火花を散らして、でそれをこのね、はいはい、カレーハンドとかにつけるんだって、でもこれだとさ、こうライターとかでオイルとかがさ、いらないからさ、なんか持ち運びがもうぶら下げられるから、確かにこうポケットの中でチってなってボーってこうならない。そうそうそう、そう絶対で大丈夫だからさ。せーの、ファイヤーだよ、いきます。優しい。ファイヤーだよ、いきます。わっ、すごい大きそうなんだけどさ、うん、大きいね。これ持って、持って、持って、トングで支えようか。全く無意味。なんか擦るのもいいっつったんだよね。擦って、今出てるよ。出てるよ。来てる。来てるよ。来てるよ。頑張れ頑張れ。
どう？あのね、惜しい。惜しいね。惜しい感じはあるんだよ ね。え、なんでだろう。なんかテレビだとスッて言ってたんだよ。おテレビだとスッて言ってたんだよ。おおお、急に行った。成功。なんかテレビだとスッて言ってたんだよ。おおお、急に行った。成功。イエーイ。なんだよ。なんでやったできたできたできた。ナイスファイヤーだよ、空丸。ここですかさず。あ、そう、取れちゃった。そうそうそう、当たりだ、当たりだ。火が燃えるにはね、酸素が必要だからね。いいよ、いい感じだよ。そのままのくちばしが生きてるよ。もうここまでいけばいいでしょう。できたー、嬉しい。おめでとう。ありがとう、えみつんの応援のおかげだよ。よかった、ファイヤーだよが聞いたかな。よかった、うん、ファイヤーだよが聞いた。ありがとう。こんな感じでですね、うん、私たちキャンプを楽しんでますので、うん、ぜひぜひ番組の方もチェックしてくれたら嬉しいです。はい、いや、なんて言ったってこのテントもそれぞれ私えみつに教わりながら立てたんですよ。これね、初テントだから。いや嬉しい。それもだって初キャンプだったんだもんね。初キャンプなの、人生で一回もないから。わお、そうなの。いや、いいね。そうだから初心者も分かりやすくね、説明してくれてるからね、うんうん、ぜひこれを機に皆さんもキャンプデビュー、ね、欲しいです ね。なんかもうカジュアルに楽しめるから、うん、で大人だから楽しいじゃん。そうだ ね、うん、ね、2人でまったりね、女子トークしながらだからもう最高です。えみつんキャンプモンド TV にて放送します。ぜひ見てください。